吉田さんお疲れさまです月収500万うんなるほどまあ本当に人を雇うって厄介ですよね絶対人を雇いたくないですよねはっきり言って雇ってやってるんだって気持ちですよね <laughs> でも逆に働いてる方は、まあ、仕事してやってるんだとかね手伝ってやってるんだとか安いなこの給料ねそう思っちゃってますよねだったら無理して次の日出勤してもらわなくていいしまあそもそもうんまあ入社お願いしますっていう風に来なくてよかったんですよね なんかね、入社する前は一生懸命お願いするくせに入社した後ではねちょっとこうすごいふんぞり返ってちょっと社長が指示出そうもんなら鬼のように言われますよねこれっていうのはあの借金に似てると思うんですよお金を借りるまでは「絶対返しますからお願いします神様」みたいな感じで借りといて「ちょっとあの返済してもらえませんか?」って言ったら鬼のように言われてね「なんだお前は金を持ってくなんてこれほど待ってくれってお願いしてるじゃないか」って怒り出したりとかね この辺なんか、やっぱり、なんていうんですかね、お金に対する意識と仕事に対する意識、真反対ですよね。あの、稼いでる人と稼いでない人、人を雇ってる方と雇われてる方、ほんと真反対だなと思いますよね。だから、現実は何も変わってないんですよ。でも、その現実を、そう、切り分けるタイミングによっては、神様と言われたりね、雇ってくれてありがとうって言われたりね、頑張って働きますとか言ったりね。で、返済をお願いしたら、 もう待っててくれてもいいいじゃないかってね、あのー、怒ったりとかそれからちょっと「あの今月売り上げってないからノルマ達成頑張ろうぜ」って言ったらね「なんだブラック企業だ」とか言ったりねとんでもないですね <laughs> まあそれを分かった上でちょっとねアンチテーゼを自分に厳しく申し上げるとしたら会社の社長が会社の命運の8割から9割を握ってるってのは別に当たり前かなっていう気持ちもするんですよ、うん、だから会社の売り上げのほぼ8割9割を社長が1人で作るっていうのはまあこれは 当当然然ととえば当然かなと思うんですよね。その上で社員には同じ人間社長ばっかりに売り上げ立てさせられて悔しいなって気持ちを持ってほしいですね多分私が吉谷さんの会社に入社すると仮定したらね考えにくいですけども社長よりもでかい売り上げを作って鼻沸かしてるくらい思いますねで逆に私が吉谷さんを雇って吉谷さんを社員にするとしたらそういう気持ちで10人の会社がみんな競い合う 立場とか肩書きに関係なくね自分がこの会社をもう背負って立つんだみたいなね売り上げのもう9割は俺が作ってるんだとかね仕事の9割は俺が構築してるんだみたいな気持ちとそれから実績があればその会社って伸びっぱなしで誰一人リストラせずに済むと思うんですよねでも現実は働いてやってるつもりのやつが一番お荷物だったり謙虚にね えーまあ、いろんな仕事をこなして売り上げを作ってる人がなぜかねなんか批判を浴びたりとかね本当と真反対ですよね社長が帰んないと帰れないじゃないですかとか言って批判されるけどもう誰のおかげで帰れないと思ってんだよと俺たちは時間が来たら終わりじゃねえんだとノルマを達成してミッションを達成して予算を達成してそれで、えー、一人前なんだっていうねこの意識の乖りがあるんじゃないかなと思いますよねまあ私はこれからもこうやった一人企業で自分一人で会社の売り上げ全部を作っていきますね だから他者が必要なないいという形になっています、うん、だから人を雇う時って自分よりもでかい売り上げを作ってくれる人がいた場合ですよね。その場合は雇ってもいいかなと思いますけどもそもそもそんな人が雇わわれたいいって思わないですよね <laughs>、うんはい、それでねなんか思うんですけども会社にしてもコミュニティにしてもあの人と群れるとね、まあ、き綺麗な言葉で言うとどんなグループを作ってもどんなグループに所属しても。 誰かかの何かは自分よより優れてるわけなんですよ、うん、だからそれがね目につくんですよね。自分が優れている分には俺が一番だぜみたいな感じなんですけども自分が何かの能力で誰かに負けてる時ってあちくしょうとか思ったり自分よりもいいものを持ってたりとかするとあれ欲しいなとか負けてるなとかになっちゃうんですよ。特に負けず嫌いだったらね。<laughs> そういう風な気持ちでグループ群れるとどうしても人のことが目についちゃうと。これはねはねっきりとしたグループじゃなくても 友人関係とか仲間とか地域社会ってことにしてもですねあんまり他者を意識しすぎると他者の何かが羨ましく見えていてもう勝たなくてもいいところまでね勝ちたいと思っちゃって無理しちゃうんですよねでもたった一人でやる分には自分の欲望さえ満たせれば全然構わないんで他者のことが全く気にならないですよねだから自分の内側をどん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 掘り込んでいくことになると思うんですよまずは自分の内側を、ね、掘り込んでいくこと多分それだけで人生は終わっていくと思います 自分をしっかりと掘り込んで自分をしっかりと受け止めて自分をしっかりと分析して自分をマネジメントしていくそれだけでもうね幸せも夢も全部手に入って終わりじゃないですかね下手に他者を見ると他者の持っているものとか他者があ何かをしているところがすごく気になっちゃったり批判したりね妬んだりとかすると思うんですよ、うん、だから他者っていう存在が小さければ妬むこともないし羨ましいと思うこともないんでね万々歳じゃないかなと思いますよね、うん まあそんな感じですから、ね、私思うのはねで、あとちょっとおまけなんですけども確かに R34 生きる上で必要ないですでも聖書にもあるように人はパンのみで生きるにあらずなんですよ何かと一緒に過ごすことによってより豊かなねクオリティを上げる人生を求めてるんですよあの ADL って言って日常生活動作最低限の暮らしができるようになってきたら今度は QOL って言ってより高いクオリティの生活を求めるようになるこれは別に悪いことじゃないと思うんですよ 私も余裕がない時は、はナイト2000は夢に描くだけでした。そもそも欲しいってい願望も浮かばなかったですよねでも何となく余裕ができてくると自分は選べるようになってきたなぁと中古車も20万円以下で検索するんじゃなくて300万円以下とか500万円以下とか1000万円以下もっといったらですね自分の欲しいものから検索してそして価格は一番最後みたいな形になってきましたねそうなってくると自分の人生のクオリティを上げるためにお金を金庫に入れておくだけじゃ何のクオリティも上がらないですから そういううい意味で言うとお金に興味がないいいいとと言ってもいいと思いますねお金は必要なんだけどもそこまで興味ないわけですよ。で人生は何かになりきることでクオリティが上がったり下がったりしますからね素敵なあのファミリーを作るとかね、うん、なんか恩返しをしていい人になってみるとかドラマの主人公みたいに生きてみたいとかいろんな思いがあると思うんですよ。でなんやかんやであの自分を目指しているんですよね。自分は何者になりたいいのかっててて目指していて そのなりたい自分になった時っていうのが感じる幸せなのかなと達成感なのかなと思いますそしてその達成感を得た瞬間新たなる自分を探し始めるとだから欲望に終わりがないんですけども終わりがない以上人生が終わるまで追い求め続けたいなと思うわけなんですよね、うん、じゃあ今回は以上ですかいってらっしゃい